車の場合、東北自動車道那須高原スマートインターチェンジで降りて約20分、那須インターチェンジからは降りて約18分と旅館三海山は近いですね。家族風呂はその時に空いていれば40分間貸し切れます。料金は要確認。男女入れ替えありなので宿泊すると両方に入れますね。ウタセ湯だけが加水あるんですね。他は源泉 100% かけ流し。入浴による脳貧血や入浴初期の血圧上昇を防ぐ目的があります。共同浴場の鹿の湯でも行ってますね。この雰囲気大好きです。特に洞窟感のあるね湯が最高。ハマりますよ。鹿の湯源泉を旅館3階の静寂の中堪能できて最高に幸せです。美肌成分のメタケイ酸が多いのでお肌ツルツルスベスベ、さらに美肌泉質の硫黄泉なので美人になってしまいますね。私は
洞窟のような温泉が好きなんですよね。チャンネル登録と通知設定にグッドボタンを押してくださいね。ありがとう、サンキュー。一都梅の雲海閣さんとは全く異なる雰囲気の旅館三海さんもすごく良かったですよ。路面に溶けない雪はありますが、いい天気ですな。いい湯といい天気でいい気分ですよ。確かに美女作りのいい湯ですよね。女湯もいろいろな湯船が揃っているので、女性もしっかり楽しめますよ。おじいちゃんとおばあちゃんが素敵な蕎麦屋青木屋さんに来ました。とろろせいろ大盛りを注文しました。鹿の湯からの民宿街ですね。右下にはいつかは行きたい滝の湯も見えてます。ご主人すごく楽しそうに話してくれました。さあ、とろろせいろそば大盛り美味しそうですね。ご主人の奥さんにおすすめの温泉を訪ねたら、町民が集う那須憩の家を勧められました。今度行ってみますね。この後は少し駐車場で仮眠してから、本日三都梅の松川や那須高原ホテルの絶景露天風呂をいただきます。ご視聴誠にありがとうございました。次回の松川や那須高原ホテルもよろしくお願いいたします。 Thank you for watching until the end.